タスク管理はライフサイクルを通じてタスクを管理するプロセスである。タスク管理では計画、検査、追跡、報告などを行う。タスク管理は個人の目標達成にもチームメンバーが協力して全体の目標達成をするための知識共有にも役立つ。また、タスクは複雑さによって定位レベルから上位レベルまで区別される。 タスク管理を効果的に行うには、状況、優先度、時間、担当者、予算の割り当て、繰り返し、依存関係、通知などのすべての側面を管理する必要があり、タスク管理における基本的な活動となる。複数の個人、またはチームのタスク管理は、ワークフローやプロジェクト管理ソフトウェアなどのソフトウェアによって支援される。多くの人がタスク管理は、 プロジェクト管理活動の基盤と考えている。タスク管理は、プロジェクト管理とプロセス管理に含まれ、組織内の効率的なワークフローの基盤として、機能する。タスク思向の管理を遵守する、プロジェクトマネージャーは、詳細で最新のプロジェクトスケジュールを持っており、チームメンバーに指示を出して、プロジェクトを前進させることに長けている。タスクの状態は、以下のような状態で記述することができる。 以下のステートマシンズでは、ライフサイクルにわたるタスクの様々な状態を説明している。この図は IBM から参照している。最新の継続的デリバリー手法に適用できる、より最新のタスク状態マシンズは、ここにある。タスク管理にはいくつかの重要な活動がある。上位レベルで、創造活動、機能活動、プロジェクト活動、パフォーマンス活動、 およびサービス活動に分類される活動など様々な概念の内訳が存在する。市場には無料、有料を含む多くのタスク管理ソフトウェアツールがある。企業全体の展開向けのものもある。単純なやることリストもあれば、企業全体のタスク作成、可視化、通知機能を備えているものもある。タスク管理は小規模からフォーチューン100規模の企業で使用されている。 単純な個人プロジェクトから企業のタスク管理活動までに対応している。プロジェクト管理ソフトウェア、予定表ソフトウェア、ワークフローシステムはタスク管理ソフトウェアにタスク管理活動と対応するソフトウェア環境の高度なサポートを提供し、最も優れたエンタープライズレベルのタスク管理ソフトウェア製品に組み込まれている無数のプロジェクトとパフォーマンス活動を相互に 提供する。ほぼすべてのタスク管理ソフトウェアは、タスクの作成、タスクの資格化、通知、リソースの割り当て、互換性、構成可能性、スケーラビリティ、レポートの機能を備える。ありがとうございます。